どうもー。あいいね。あいいよ。あいらっしゃいませ。お久しぶりです。お久しぶりです。お待ちしておりました。あそうなんだ。乾杯。ナオミ、ナオミ。私は結構好きな人とは常に連絡を取っていたいタイプなんですよ。頻繁に連絡取ってくれる人じゃないと私好きになんない。まず付き合う前はめっちゃ連絡取ってるのに、付き合った途端頻度減る人いません？そこそこに餌やらないタイプ。付き合った瞬間に好きだよね。好きだよね。あ、今までいい感じの時、まだ付き合うまでは、だから好きになったのに、付き合った途端急に頻度減ったくない？しょうがない。しょうがない。それはナオミは別に、だって最初はよく見せようと思って頑張るもんね。頑張るわけで、時間を割いてね。続いたら、まあ元の姿に戻っていくだけだから。まあそれはさ、付き合うためにやっぱ多少は頑張るからな、男も。女の子側としては期待させすぎないでよって最初からちょっと思っちゃう。そんなに変わるんだな。はい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 。付き合ってから頑張らないの意味がちょっとわかんない。まあまあまあね。ずっと頑張れよ。ずっと頑張れよ。ずっと頑張れよ。なんで俺がさ、あの男全部を背負わない。何でも聞かされないから。知らん。男の逆のタイプやな。なんかダメだわ。付き合ったら連絡マジで返さない人になる。あ、まあ嫌だ、本当に嫌だ。え、青山さんは付き合っても返さない。私は、そう、会えると思ってるんで、私本当に付き合ってる時に1年に1回しか会わなかったりとかしてて、本当になんかもうそれって好きなのって言われた瞬間なんかちょっと冷めちゃってみたいな時があって。え、その向こうに、会わなすぎじゃないって言われたら冷めちゃうってこととか、友達とかに言われて、ちゃんと日本列島に住んでる。まあそうね。例えばさ、じゃあさ、同棲はどうなの？したい。あ、もう付き合って間もなくでも、どう、あー、じゃあもうずっといたいんや。なかなか重くない？俺、え、付き合ってさ、もう次の日にでも一緒に住もうって言えるタイプってこと？え、言わないんですけど、そうしてくれたら嬉しい。すげえなー。すごいよね。それじゃあ、そうか。じゃあ軽はずみには付き合えへんってこと。割と。付き合わない。結構ずな長いです。長く見て、うん、その付き合うか付き合わないか決めるみたいな。うん、衝動的にはこう別に行かないってことでしょ。そうですね。ね、はい。いやー難しいな。俺がそっちじゃないからな。うん。な、これなんか解決するんですか？な、どうしたの？終わりがないから聞いてほしかったよね。次の話で言うの？あ、おかわり。おかわり。飲むね、おい。どうぞ。はいはいはい。まあまあ入れてあげて、じゃあ。どうぞ。チャンネル登録してくれよな。どうしたんですか？好きな人とか気になる人とか男性とデート行くときに、毎回私割り勘がいいんですよ。だけど、私の周りには、え、出してもらうのが大変じゃない？みたいな、やだっていう女の子が多いんですけど、皆さんはどっち派ですかっていう質問です。誘ってきた時点で、もう払うよって言ってきてるようなもんじゃない？分かる。違うの？だからあれなんじゃない？だからほんまにそれこそどういう、何ていう層の方々とあなた方がお付き合いしてるかというか、どういう層の方々と出会ってるかっていうことなんじゃない？だからやっぱ林さん、ナホミンはちょっと桃月さんより上の層の方ね、ステータスの方と遊ぶことが多いから、そういう考え方になるんじゃない？いいですか？なんか同性でも絶対半々がいいタイプで、男性だからどう、女性だからどうっていう考えがそもそもないんですよ。稼いでる方がもう出せばいいし、そうだから、そういうスタンスだから、年齢とか関係なく稼いでる方が。例えばね、新谷さんの彼氏が年収億超えてます、それでも割り勘で行く？え、なんかすっごい高い店連れてかれたら、そうでしょ、ちょっとしか出せないかもしれないですけど。それでも出すの？
え、出したい。自分で選んだわけじゃないんだよ、そのお店。え、なんか店による。それか、もう払えないんだったら、じゃあ後日、なんか私がさすがにプレゼントあげたり、なんか手料理をいっぱい振る舞ってあげたりとか、何か別の形で返すよ。別の形で返す。いや、でもじゃあ彼氏が、いや俺さ、でもごめん、割り勘ないねんやんか、あの、いいって。あ、うん、そしたら出します。全然出します。会計25万やねんけど10万。俺13払うし、10人払ってくれる。そういう状況になったことないんですけど、1回払って、これからはあんま高い店行かないでとは言います。牛丼とかでいい。まあね。まあでもこれ分かれんねんな。チャンネル登録よろしくね。あの、私、あの、ダメ男の見分け方を教えてもらいたいんですけど、皆さんダメ男とかに引っかかったりします？あダメ男に引っかかんの、お前は。そうなんですよ。だからダメ男の一個の条件って、うん、その帰省したいから、うん、そのお前にいかに、お前がいかにかゆいところに手が届くかとか、うん、そういう気の回せる人が多分ダメ男やと思うで。なるほど。でもあれか、じゃあ気を回せる人が自分も好きになっちゃうから、こいつ使えるじゃないけど、まあ、いいねいいねってなっちゃうから、もうダメなんだ。自分でそれを好んじゃったってことですか？そうよ、だからもう解決しようがないんじゃない。ちゃんと結構付き合ったら真剣なんですけど、本当にね。そうなんですけど、やっぱり付き合って、やっぱこう騙されるというか、蓋を開けたらヤバい男っていう率がすごい高いので、なんか出会うとこがダメとかないですか？あ、それどこで出会うの？そんな出会わないもん。なんか出会ったところがちょっとチャラいとか変なとこだと、そういう人が多いイメージ。違う、ちゃんと。なんかあの、うっすらやけど、花咲に対してみんな攻撃的。ああ、なんとなく桃月さんと言うとちょっと違う。全然違いますよ。どこで出会うの？どこで？友達の紹介で紹介してくれるから、私が信頼してる友達が紹介してくれてるわけ。じゃあそれはやめた方がいい。待って。お前が信頼してる友達のこと、俺ら絶対信頼できない。マジで。私はもう友達を作り直した方がいい。例えばさ、お前さ、そのステータスがいい人を紹介してばっかり言ってんじゃないの、結局。いや、違うんですよ。本当に優しくしてくれる人だけをピックアップして。で、金も持ってるやろ、多分、そいつは。で、肩書きもいい肩書きなんやろ。そんなやつがお前だけなわけないやんっていう。ね。お前だけを愛すわけないやん。騙されやすそうだね。騙されやすそうだね、本当に。確かに。レアちゃんがいい子だからこそ騙しやすいから、って寄ってくるんだよ。強い女でいこう。まあね。それさ、ダメ男が発覚したらどうすんの？え、そしたら、あ、でもなんか情が湧いてきちゃうんで、やっぱり知れなくなっちゃうんだよ。そういう女だってバレてんだよ。バレて、最初から分かるから、絶対すぐ切れないっていうの分かってるから寄ってくるんだよ。否定しやすいと思われる。紐みたいなを養ったことはあるの？いや、でも私もある程度お金持ってないとやっぱりちょっときついので。お金持ってない人はダメなんや。お金もちょっとある程度欲しいなって思うので。そう、まあでもやっぱり自分の方が多く払っちゃったりとか、まあ捨てた時期とかもあって。じゃあさ、ナオミン的にこう総括すると、花咲が一番こう、なんていうの、直さなあかんというか、なんなの、その解決するとしたら、もし花咲の悩みを。とりあえず好きになる人のハードルをまず下げる。一旦あの金銭面とかね、ルックスとか肩書きとかをね。いいなってまず思った人と付き合って、共依存になったりこうなっちゃうから、むしろ最初そんな印象が良くない人と付き合ってみたりしたら、どんどんプラスがプラスが。ああ、お前は下から入ったらいいってことね。確かにね。お前さ、どっちなん、口説かれんのか、口説くのか、どっちなん。私、口説かれます。口説かれます。本当だって。だから長そうに見られてるから来んの。でもそうじゃない。いや、そうだよ、本当に。なんかほんまに一番手と思って口説いてるかなっていう感じはあるよな。え、私はそう思ってたんですけど。ってことやろな、多分な。いけるって思われて。そうそうそう。誘ったら来てくれるって思う。確かに。あ、なんか相談解決をねしに来たのに、すごい気なさい。いや、だからお前は
多分いいやつやとは思うの、いいやつがゆえにダメやねん、うん、わかりました、じゃあ私が悪かったです、ああ